思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムエイジ。ハイグレード、ガフラン。久しぶりだな、ありがけの諸君。けい、生きていたのか。最近顔見せないんで過労で死んじまったのかと心配したぞ。何をバカな。俺は死ぬ時は副上司でと決めているのでな。けいこそ顔見せに来ないものだから、先にブアルハラに旅立ってしまったのかと思ってな。こうしてお歳暮を持って参上したというわけだよ。つまらないものだが受け取ってくれたまえ。いやいや、ありがたく受け取るよ。気を使わせてすまないな。はっはっは。しかし今回も随分気が早いな。まだ11月だぞ。中を見ても良いかな。うむ、よかろう。うわぁ。またガフランだよ。そう、まさにその通り。あのさ、これって以前、100円セールで俺と一緒に大量買いしたやつだよね。転売しようとして売れなかったの。ストップ安のプラモは、ブックオフセドリよか扱いが難しいって言ったじゃんよ。もう鉄血のオルフェンズが始まってるんで、どこの量販店にもエイジプラモのスペースは残ってねえよ。なんだこれ。ほほう、鉄血だか熱血飲料だか知らんが、当然エイジよりも面白いのであろうな。どんな話だ？ガンダムが毎回ボコボコになる話だよ。火星にはロマンが溢れているよね。ガフランとは、ユーイこと、アンノーンエネミーという正体不明の謎の敵の先兵である。当初は宇宙人とか言われてたもんだけど、その正体は、火星独立国家ブエーガンが開発した、高性能量産型モビルスーツだったのだー。ガンダムより人型に近いプロポーションなのは、いかがなものかと思ったりしたもんだけどね。ガンダムシリーズの量産型モビルスーツでもズバ抜けて高い性能を誇り、ガンダムエイジ1が登場するまで、一機たりとも撃破されなかったというチートな機体だったんだい。しかーし、海王に従って、雑魚にもやられちまうと頬な機体になり下がっちまったのよ。なんだこれ？あまりにもご都合主義すぎる展開に、しらけた視聴者からは不人気の楽園を押されちまったわけでして、ガノタが大好きな量産型モビルスーツにもかかわらず、いまいちパッとしない機体だったのでありんすよ。とにもかくにも、フリット編のモビルスーツは不人気な機体が多いのよ。ワゴンセールにネットの投げ売り、プラモの福袋では定番のアイテムだったよね。ガンダムの新番組が始まると、スペースを確保するためにプラモ売り場から撤去される様は、赤ちゃんウサギやハムスターが入荷されると、炭に追いやられるペットショップの売れない子を連想させたものでやんす。その後、フリット編が終わって新世代の機体が登場しても、3世代にわたって、地味に登場し続けてたんで、ガンプラの反則のために登場してるなんて考えちまって、涙を誘う機体だったのでございます。ハイグレード仕様のガフランは、2011年10月に1200円で発売された、ハイグレード第2弾のキットだったのさ。ガンダムエイジ1よりもボリュームのあるキットで、ドラゴン形態と呼ばれる形態へも、差し替えなしで一応変形できるのよ。変形可能なキットだけに可動部分は多いものの、関節は ABS を未使用なので、塗装派にも安心の出来なのよね。色分けはほぼ完璧。全体的にパーツの合わせ目が目立つのがパチ組派には難点かねえ。エッジが丸いんでエッジ出しは必須。プロポーションは全体のまとまりがやや悪いように感じられるのだけど、信頼できる技術のみで構成されてるんで、良作キットなのは間違いねえ。武器は、尻尾みたいなビームライフルしかついてないのよね。手から出すビームの刃はついてないんで、他のキットから流用するしかないのだよ。デザインの都合で、バンダイさん特有のギミックが全てついてるわけじゃないのだけどね。すだちに限定すれば、可動範囲に問題のある足首の回収だけで OK よん。捨てる神あれば拾う神あり。セールで安く入手できることが多かったんで、モデラーには重宝されたりしたもんよ。いくら安くたって使えねえもんはいらねえもんよ。アマゾンのランキングが低いんで転売屋も買うわけねえ。でも、モデラーにはすんげえ使えるキットだったよ。ほんとにね。ガフランは人型に近い有機的なラインが特徴なんで、アニメキャラのプラモの旧キットなどに流用するのに、非常に得難い素材だったんだい。しかも ABS を使ってないのは大きいのよね。せっかく改造するのに、破損する可能性が高いマテリアルなんて使いたくねえものなんどすえ。今でも、このキットを大量にストックしているモデラーは、日本中に多数存在するはずなのだー。ある意味、お祭り騒ぎだったよね。そういえば、銀河英雄伝説の新作アニメについてコメントが来てたな。どう思う？とりあえず原作を読み返せ。話はそれからだ。